懲りないね、本当。やっぱり理解できないな。勝てないのに努力する人間の気持ちは。勝てるかどうかなんて関係ない。目標に向かって努力することなんて楽しくてしょうがないさ。お前は楽しくないのか、バスケ。そういうこと平気で言ってうざいんだよ、お前もクロチンも。ダブルクラッチ。どうせ負けるのに小物が充実した気分になってんじゃねえよ。まだだ。いつの間に。分かってんな、最初の一発が全てだぞ。センターの彼がスリー。ていうかまぐれでしょう。データにもキヨシのスリーなどない。とても後が続くとは思えん。奇策にすらなってねえよ。